はい、こんばんは、ポンちゃんです。今日もですね、レビューを撮ってまいります。平日の夜です。今回はですね、こちらベーバーレストのポットスティックキットやっていきたいと思います。今回もヘルスキャビンさんからですね、またご提供いただきました。いつも本当にありがとうございます。今回もこれをですね、何日か使っていて、使用感も含めたレビューということになってきます。で、ちょっと手元に行く前にですね、一個お世話になっているヘルスキャビンさんから、CM ということで、今ですね、ちょうどブラックフライデーのイベントをやられていると、いうことです。ツイッターでもね、ちょっとリツイートしたんですけども、12月の2日まで、なんだっけ、全品 10% だっけ、なかなかね、いかついセールをされております。で、リキッド関係は 20% だったりとかやってますので、ぜひご興味のある方は覗いてみてください。そんなわけで早速手元に行きたいと思います。はい、手元にやってきました。これパッケージですね。綺麗ですね。さすがベパレッソ、さすがレッソさんですね。いろいろ書いてありますね。裏はこんな感じと。ポットスティックと。スペックとか、あと、中にね、何が入ってるとか、入ってますね。なんかね、1個、これ。これいわゆるその、偽物と本物を分けるシールらしいんですけど、こうやった時に、中のこう、V の字がこう、動くのが本物らしい。こうね、ほら、VV っていうね。っていうのが、中の説明書に書いてありました。開けていきまーす。はい。これですね。こんな風に入ってます。本体はこれだけですね。なかなかちょっとね、珍しい色を選んだつもりなんですけどね。でも最近こんなのよくありますね。こういう色ね。ちょっと流行りっぽいので、この色がいいってリクエストしてみました。はい、これ本体と。あと一応ポットもね、1個ついてますね。で、内容物なんですけども、これを取ると、中にこう仕切りがあって、で、これを開けるとですね、中に付属品がいっぱい入ってます。紹介していきます。充電用の USB ケーブルと。これね、レッソさんのこの USB ケーブルっていつもね、こんな感じなんですね。ちょっと凝ってる感じですね。はい。これ入ってます。と、あとはね、カード類。これが、いわゆるその簡単マニュアルっていうか、もう一枚物の、これさえ見れば、とりあえず使えるっていう感じのですね。これ入ってます。あとはね、これがさっきの、ね、V の字が動くよっていうやつね。ワランティーカード。アドバイザリーカード。で、マニュアルです。マニュアル日本語はないです。これがついてるね。もう一個。コイルがついてます。なので、2つついてることになりますね。それぞれね、違うものです。これ後で紹介します。あと、これ。これね、ボトルです。いわゆるそのユニコーンボトルみたいなやつがついています。これもね、つけてくれるあたりがさすがだなと思いました。はい。これね、後で理由説明します。では、本体を見ていきますかね。はい。これですよ。私個人的には好きです。この形。この、すごいシンプルな感じですね。ちょっと今回色はね、結構派手な色を選んでしまいましたけども、ブルーとか色々あります。カラーバレーションはこんな感じです。はい。黒とか青とかいいですよね。地味っちゃ地味ですけどね、非常にこう洗練されてる気がします。で、小話をするとですね、レソさん、私、結構昔から好きなんですね。で、一個実は持ってて、これなんですよ。ね、これ、捨て買っちゃったけど、これもね、ベーパーレストの、ポットじゃないね。もうこれは AIO ですかね。はい。もう結構古いやつなんですけど。で、今でもね、売ってます。このね、ベコソロキット。ベコソロ2とかなってるのかな。今でもね、売ってて、これね、すごいちっちゃいんですよ。これぐらいちょっと分かりづらいな。このポットより背低いぐらい。太いけど。こいつがね、結構爆炎なんです。本当に。の DL で結構爆炎で私好みなんですよ。こんなのね、持ってたりします。この頃はね、パッケージにデザインドバイカリフォルニアって書いてあったんですけどね。で、製造は中国と。でもこれはね、今回のこいつは特にそのカリフォルニアとかって書いてなかったので、
まあ、もうそういうのはやってないのかもしれないですね。はい、そんな小話を、入れつつもですね、ちょっと操作説明をしていきたいと思います。ボタンここしかないです。で、これオートパフじゃないので、これパフボタンですね。で、5回押しで電源オフ。はい、こんな感じですね。まあ、つきますと、はい、これでオフと。で、今これ色変わってるんですけど、これ3回押すと出力切り替えができます。1、2、3、青。ちなみに青はですね、真ん中、赤、これが、一番強いやつですね。で、一番下緑と。ちょっと順番めちゃくちゃだけど、緑、青、赤の順で強くなっていくという形ですね。はい、で、出力はね、ちょっとテロップで出します。こんな感じで変わります。で、コイルによって、出力は変わるということですね。はい、で、中のバッテリー容量は 900mAh です。まあまあ、一番強い、まあ、メッシュで 22W とかだと多分1日ちょっと厳しいかなっていう気はしますけどね。シーセルの場合は 12.5W なんで、まあまあ、まあ持つんじゃないかなっていう感じですね。はい、まあその最高出力でもね。で、充電は 1A で USB ですね。まあ、いわゆる普通の USB-B ですね、これ。はい、で、サイズが 111mm ということで、まあちっちゃいですね。で、ね、これの特徴の一つは、すげえ軽いってことです。だいたい 40g ぐらいでしたね、測ってみたら。40.5 とかね、40.6 とか、まあ、そこら辺でしたけど。もう本当に軽いです、これ。で、中のチップは、オムニボードミニっていうのが入ってますね。まあ、オムニボードっていうのが、レストさんのね、いろんなその、モッドに入ってるチップの総称なんですけど、まあ、それの、まあ、一番下なんですかね。まあ、これだと十分だと思いますけど、一応、ベーブレストだと、最近のゼロ、こういうやつ、こういうポット、丸いやつ、あれも、オムニボードミニなのかな。なんかね、ウェブを見たら、オムニボード 4.2 って書いてあったんですけど、中のスペック見たら、オムニボードミニって書いてあった気がします。まあ、同じような感じですかね。はい。で、ポットね、ちょっと紹介しますね。ポットは2つついていきます。で、見た目ね、ほぼ一緒なんですけど、こっちが、こっちかな？ん？これがシーセル。これ見づらいんですけどね、ここにシーセル 1.3 オームって書いてありますね。これはシーセル。いわゆるセラミックですね。コットンの綿の代わりにセラミックの、まあ、筒みたいのが入ってるんですよ。はい。こんなのがついていて、もう一個はですね、これメッシュ。これも読めるかな。メッシュのね、0.6 オームなんですよ。ちょっと見づらいですけど。メッシュの 0.6 オーム。で、こっちはね、まあ DL。はい。で、C セルの方は、C セルの方は MTL ということになっています。このね、2つつけてくれるあたりいいですよね。はい。もう今日は、私この商品、大変気に入ってますので、多分、ディスることないと思います。最初に言っておきますけど。これは僕は本当に気に入りました。これでですね、リキッドチャージがちょっと特徴的で、どうしようかな、シーセル、じゃなくてこっちがいいかな。これ見ていきましょうか。これがまあまあどっちも一緒なんですけど、ちょっとやりづらいんでこれつけちゃいますね。はい、カタカタしないね。一回ちょっとね、電源切っておきます。リキッドチャージがこうなんですよ。ありそうでなくないですか？このポット型でこれって。これいいですよね。で、ここ。これ一応、プッシュトゥフィルっていう、まあ、PTF ってこのカタログとかには書いてありますけど、これ押し込むと中の線が開いて、リキッドが入るっていう仕組みなんですよ。なので、今この状態で逆さにしても、もちろん漏れてこないっていうね、やり方です。これね、いいと思います。ちなみにゼロもこれですよね。確かね。ちょっとね、リキッド1個入れてみましょうか。まあ、例えばですけど、まあ、こういうやつ。こういうボトルの先。これだったらね、まあ、何の問題もないんですよ。このまま。見づらい。わかんない。難しい。これもまあ、ギュッと押して、これ、わかります？結構これ、こう、ぐって下がるの。この状態で、リキッドチャージをすると。はい。で、これで閉めて、これで終わり。よくない？これはね、ちょっと、ポットだからこそこれあってもいいなと思いました。で、
さっきのこれ、うん、これってピント合わねえな、これこれがなんでついてくるのかなんですけど、例えばですねこういうやつ、このガラスのスポイトのこういうリキッドの場合はちょっと危ないんですよね。割れちゃったりするかもしれないです。結構ね、まあまあ硬いんですよ、これ。ギュッてなきゃいけないんで、もしかすると、ちょっとこの先っぽがね、欠けちゃったりする可能性があるんで、こういう場合は、これに移したりとか。あとはまあ、なんかボトルのね、形状でどうやってもこれに刺さらないものは、まあこれで、こっちに一回移して、入れてね、ということですね。まあ、それはそれでね、めんどくせえっていうのは、思う人はいるかもしれないんだけど、まあこれつけてくれたんでね、まあそこはちょっと多めに見てもいいんじゃないかなと思います。今日は甘々ですけどね、はい。でエアフロー、あエアフローの話してなかったですね。エアフローの、ね、調整はありません。一応これがエアフローのこの入り口なんですよね。で MTL と若干大きさが違うと、ちょっとだけね、ちょっとだけこのシーセルの方が薄いかなっていう感じしますね、この口の部分が。まあその分ちょっと重いよっていう感じです。もう吸ってみますかね、はい。で、あその前に漏れなんですけど、これ3日ぐらいかこれは、シーセルはですね私持ち歩いてました。でこっちの 0.6 ゴムのメッシュの方はずっとこう置いといたんですね、置いといたんですけど、まあ当然漏れなんか全くない。で、シーセルの方も全く漏れはないです。まあ、これこうあってじゃなくて、もう本当にこれはスーツの、ポケットにね、まあ、縦になったり横になったりしながら一日こういう感じで入っていたんですけど、まあ、何の支障もなかったですね。はい。ちなみにドリップチップは交換できません。もうこれはね、固定されちゃってます。気に入ってしまいましたね。はい。じゃあちょっと吸っていきましょう。はい。じゃあ吸っていきたいと思います。さあ、どっちかな？これは？とりあえず 0.6 からいきますかね。今ね、これは 0.6 オームのメッシュがついています。で、中に入っているのは、フル付けのリキッドですね。一応今、メッシュのポットが入っていて、一番低い出力にしてみました。まあ赤ですね。17W ということになります。ちょっと吸ってみます。まあこれぐらい。うん。うん。ちゃんと出る。ちょっとスピットバックしますね。スピットバックかな。うん。あんまりね、勢いよくすると、ちょっとリキッド入ってきちゃうかもしれない。まあ、じゅるったりはしないんですけど、今ね、ちょっとそんな風に感じました。まあ、普通にストリップには全く普通のまあミストというか。ただ、まあ、メッシュの 17W は、0.6 オームで17だからかもしれないですけど、ちょっと物足りないです。で、1段階上げて、20W。一応これがデフォルトということになりますね。20W 吸ってみます。うん。全然違う。そう、やっぱね、こういう感覚で刻んだ方がいいよね。今これ 20W。まあ全然、もうこれで満足ですかね。ちょっと最強にしてみますね。これが 22W、まあ、2W 差か、どうでしょうね。明らかに違う。この 2W 大きいですね。で立ち上がりいいなと思います。まあまあでも今時のポットみんなこんな感じですかね。結構立ち上がりも良くて普通に吸える。うん、うまい。ちゃんと味出る。うまい。よくできてるなぁ。次ちょっと MTL 吸ってみましょう。これが 1.3 のシーセルセラミックコイルですね。まずは一番出力の弱い 9W から。で、これシーセルを入れたとき、まあ要は 1.3 オームを入れたときと 0.6 オームをつけたときには、中で自動的にその適切な、出力に変わります。よし、ちょっとじゃあ吸ってみましょう。これが 9W。まあ一番低い。うまい。これはうまい。
DL はできなくはないですけど、これはでもね、私個人的にはとてもちょうどいい重さです。多分アイコスと同じだと思います。いつも吸ってるからね。多分同じなんだな。ただ、あんまり違和感がないというか、全くない。うん。ちょっと1段階上げましょう。これが 10.5 ワット、1.5 ワット上がりましたね。これが真ん中の出力の、Cセルです。結構変わりますね。うまいな。もう一回。今度は最強にしてみます。一応ね、これ 12.5 ワットが最強なんですけども、デフォルトって書いてあるんですよ。なので多分この 1.3 オームには 12.5 ワット。この一番最強の設定が、メーカーさん的にはこれを推奨している感じですね。多分ね、これあのちょっと珍しいと思うんですけど、Cセルの方がうまいですね。 1.3 の MTL の方が私は美味しく感じます。すげえクリアだなこれ。これはうまいね。これ多分あの塩とか添加する方は本当に僕はおすすめします。これとてもいいです。でただシーセルなんで、まあ、味がそのすごいストレートなんですよね、まあ、クリアという表現が多分正しいんでしょうけど、多分あんまり強いあのリキッドを入れると辛いかもしれない、それぐらい味があのはっきり出る感じのコイルですね。美味しいですこれ。ちょっとあの久々でもないですけど、あのいい意味でその期待を裏切られた商品ですね。これあのもともとですね、そのヘルスキャビンさんのサイトをまあまあちょこちょこ見るんですけど、一番上のそのトップバナーのトップっていうのね、一番上にもうデカデカとこれが結構前から出てたんですよ。ただまあそれを見てる限りだと、まあね、今あのいろいろね、ポスコン化だったりとか液晶がついてたりとか派手なやつがいっぱいあるじゃないですか。あのフッシュなのとかねあるんで、そこにねこれが並ぶと、まあ、やっぱちょっと地味なんですよね。地味でこれきっと売れなくて出してんだろうなって正直思ってたんですよ。で今回お話をいただいた時には、あの普段はですねどれやるって選ばせてくれるんですけど、これどうですかって向こうから言ってきたんですよ。なのであもうこれいよいよ困ってんだなと思って、いやまあまあまあそういうことでしたらっつってあのこれ送っていただいたんですけど、あれ、ね、多分私のおごりでしたねそれはね。非常に美味しいですこれ、できっと売れてるんだと思います。はい、まあ、そんなわけでですね、ちょっとこれをやってきたんですけども、私は個人的にはとても自信を持ってお勧めできるポットだと思いました。まあ今いろんなね、ポットがたくさんあるんでね、別にこれじゃなきゃダメとか全くないんですけど、あの、理由としては、まずその味がちゃんと出るっていうこと。ただ、この 0.6 のメッシュについては、まあ、ポットなりの味、まあ正直なところですね。ポットなりの味です。あのすげーうまいってわけではないです。でも、まあ、まあこれで不満のある人はあんまないんじゃないかなっていう感じで、このシーセルがとても美味しかったっていうところと、あとまあ見た目はまあね好みがあるんで、ただあのかっこよくないですかっていう、あやばい言い忘れた、ここにねあの LED が5個並んでるんですね。これあの電池残量です。はい、あと価格、これ安いんですよ。あのヘルスケビンのページだと、14ドルとか15ドルとかなんですね。そうするとまあ、2000円はしない、1700円とかでしょ。でまあ今一応セールやってますから、そこからまたさらに引かれるんで、ポットが2個ついて、このねこれが付属してで1500円と、あとこれ、まあ、
これ単体も売ってるんですね。でこの替えのポットが2個で500円ぐらいなんですよね。ちょっと安いなと思いましたね。はい、もうぜひね、まあ、あの添加する方とか使用の方はこの 1.3 オームのシーセルポットを、まあ、1つ2つと、まあ、あとこれ本体1個あればですね、結構楽しめるんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんなわけで今回はですね、ちょっと珍しくもないけど、あの褒めちぎってしまいましたが、この辺にしようかなと思います。ちょっと不完全燃焼なところはあるんですけども、あんまりないんですよね、このディスるポイントもあんまなくて。どうなんですかね、ペーパーレスト、どうなんだろう。私すごい好きなんですけど、結構おしゃれなのがいっぱい あるイメージですね。でも中もねしっかりしてるし、どうやって締めていいか分かんなくなっちゃいましたけど、まあ、ぜひぜひご検討いただければと思います。はい、そんな中でご視聴ありがとうございました。